ちは。あ、こんにちは。すごい綺麗ですね。あ、ありがとうございます。釉薬っていう薬を一応粉から調合して作ってまして、はい、この辺とか見てもらうと、はい、これでもちょっと材料は全く同じなんですけど、はい、これくらい色の出方が変わっちゃうので、はい、結構一個一個色が違うって感じになります。市販でも釉薬売ってるんですけど、市販のだと20度から30度くらいの間だったらほとんど同じ一定の色が出るようになってるんですけど、この調合だと5度違うと結構流れがだいぶ変わっちゃうので、そういう意味では結構釜の受け入れ色が変わっちゃうので難しいです。これ自分でやっぱり見てこの色がいいなと思ったんですか？まあ、元々結構赤とか紫が結構好きで、はい、それをちょっと表現したくて、はい、あとやっぱこう2つに分けた方がこう料理を置いた時に意外とこう模様とかを見えて遊んでもらえるかなっていうのと、このケーキとか置くとここで、はい、そうなんですよ。結構置いてもらうものでいろいろ使いやすいので、はい、ピーマンとかオクラとかちょっとサイドが高い色のものと結構相性いいかなと思います。なんかこう具がたくさん入ったスープとか。あ、そうですね、僕はなんか、はい、水餃子とかのを入れて、そうするとなんかスープが一応中透き通って見えるので、うんうん、それ綺麗そうですね。買ってもらう人の感性にちょっと任せてるっていうところは結構大きいかもしれないですね。こういうこうなんかこうちょっと細かいこう日々っていうのは、はい、あ、これが入ることがあるの。そうですね、あ、これがわざとなんか貫入っていう技法なんですけど、はい、わざとこうやって日々を入らせるようにして作ってるんですよね、はい、そうすることでこのなんていうかツヤっていうかが出るっていう感じですかね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。釉薬の調合次第で、はい、こういうちょっとガラス質になったりとか、はい、こういうマット質になったりとかっていうのをして、はい、でわざとこういうキラキラ光るようにガラス質で作っているという感じですよ、はい、でもちょっとやっぱこう趣が出ますよね。あ、そうですね、こういうふうに青のこう流れがあるので、はいはい、結構割と物を置いてる時に使いやすいかなとは思います。うん、あ、なんかこう液体とか入れてもまた見え方が変わる。そうですね、なんか もっとこう動きを いろいろ出したいなっていう思いはあります。Favorite things come and sets up too. So does love.